俺は日本が大好きだから。だから、日本及び日本国民、幸せになってもらいたいんだ。豊かな生活を送ってもらいたいんだ。というふうな気持ちのある人間が言う言葉では 100% ありません。こういうふうなことを言うのは。悪魔に魂を売ったっていうのはこのことですよ、まさに。はい、みなさん、おちゃん。まみりこげです。今日はですね、月曜日、おとといですね、おととい、今日は、1月の20日ですから、まあ、1月の18日、おととい、月曜日に、中3の本会議で、まあ、麻生太郎さん、そして菅さん、演説しました。でですね、まあ、麻生さんがやったものというのは、まあ、財政演説なんですよね。まあ、彼、財務大臣なんで。で、まあ、そういうことで、その財政演説なんですけども、まあ、相変わらず、同じことを繰り返してるんですけどね、以前と言ってることと同じことを繰り返してる。まあ、それで、まあ、いわゆるイコール、はちゃめちゃなことを言ってるというふうなことに、まあ、終始するんですけども、ですね、そんなことでですね、二つのことについてちょっと言及したいと思うんですよね。まず一つ目はですね、これは毎日新聞なんですけども、まあ、一つ目は前からよく言ってることです。こんなこと言ってるんですよね。次の世代に未来をつなぐためには、今回の危機を乗り越え、経済再生と財政健全化の両立を進める必要があるとか言ってるんですよね。私、まあ、前の動画でもいろいろ言ってます。それはこの経済再生と財政健全化っていうのは、まあ二律背反だと、トレードオフなんだというふうなことをもう再三、口酸っぱく言ってます。どうしてかというと、この今、デフレ経済、インフレ率がマイナスなんですよね。インフレ率がマイナスで、もう持続的にそれも続くんじゃないかと思われる、そういったデフレ経済の中で、じゃあ、そのデフレをそのインフレにして経済成長させるにはどうしたらいいかというと、まあ、日本の場合であれば消費税廃止して、それで財政出動ですよね。国債発行ガンガンやって、それで投資する。それしかないんですよね。それしかないんですよ。経済成長させるには。で、一方、この、両立させたいと言っている財政健全化っていうのは、いわゆるプライマリーバランス黒字化目標ですよね。つまり、まあ、歳出部分を全部税収入で賄おうと。いわゆる国債発行をどんどん減らして、国債発行ではなくて税収で、まあ、補っていこうというふうな考えが、プライマリーバランス黒字化です。でですね、これ、もう今言っただけでももう全然違うよねと。経済成長させれば、経済再生であれば、財政出動。だから、国債発行をしなければいけない。じゃあ、プライマリーバ、財政健全化をするには、まあ、プライマリーバランス黒字化。いわゆる財政出動を抑えなければいけない。国債発行を抑えなければいけない。少なければ少ないほどいい。というふうなことで、全く相反するものなんですよね。それをやろうって言ってるんですよね。だから、まずは財政健全化については、私の立場としては財政健全化は終わってます。もう成り立ってます。だから、まあ、あるとしたら経済再生しかないんですよね。まあ、一方、その財務省の見解としてのその財政健全化っていうのは、まあ、いわゆる私の場合であれば財政健全化は、まあ、国債発行しても日銀が買い取る。それでチャラだよ、というふうなことです。だから、GDP と、その、国債の割合っていうのは、どんどん、位置に近づいていってるんだよと。どんどん差は縮まってきてるんだよと。だから財政健全化になってるんだよというのが私の立場です。まあ、財務省の立場としては、いや、そうではないんだと。いや、そうではないです。まあ、最終的には、国債発行を少なくして、やめてでもいい。少なくして、どんどん少なくして、それで税収入で歳出を払っていこう。そうすることによって、どんどんプライマリーバランスが黒字化になると。に近づくと。で、黒字化になったらもう、それで財政健全化になるよ、というふうな立場ですね。なんでね、財務省の立場では、経済成長ありえません。ありえません。だからまあ、やるとしたらもう私の立場で、まあ、やるしかない。だから経済再生させるには財政出動するしかないんですよ。するしかないんですよね。で、これはもう、まあ、昔から散々言ってます。で、今回はですね、あともう一つの方なんですよ。これが重要なんですよね。で、これは、今度は産経新聞の記事なんですけども、もういきなり読んでいきます。ですね、定額給付金の是非なんですよね。あるかないかということを、まあ、問うたらしいんですけども。
で、そのことをちょっと書いて、言って、書いてあるんでね、ちょっと読んでいきます。麻生太郎財務省は19日、閣議後の記者会見で、緊急事態宣言の再発令に伴い、昨年実施した国民一律に現金を配る、定額給付金の再支給を求める声が出ていることについて、次です。国民に一律10万円の支給をするつもりはないと、麻生さん否定しました。でですね、生活が困窮した世帯に限定して給付する選択肢についても、考えにくいと、否定的な考えを示したと、いうことなんですよね。まずこの定額給付金、私はいや、絶対にやるべきだと思う。絶対やるべきだと思う。こういう言い方あれかもしれませんけども、思い浮かばないんで、もうどんどん言っていきますけども、いわゆる低所得者層、そういった低所得の人たち、やっぱりこの人たちは貯金しないでガンガン使いますよ。ガンガン使いますよ。なんでね、ガンガン使う。もしくは税金の支払いに使うだろうし、あと家賃にも支払うだろうし、ということで、まあ、何も物を買うだけじゃないんですよ。だから必要なんですよね。それは確かに金持ちは貯金しますよ。使う必要ないから。貯金しますよ。ただ、貯金が増えるから、この定額給付金はする必要がないというふうに、答えた人に私は問いたいんですけども。だったら、その貯金した人と貯金しない人の割合示してくれと。何対何なんだと。どれぐらいのパーセンテージそうなったと。しかも、きちんとどういうふうな方法で、それを、その意見を抽出したのか。それを、きちんと押さえなきゃいけませんよ。例えば、5000万人の人に、電話で聞きましたとか。それだったら、結構信憑性高いですね、その数字というのは。なんで、非常に信憑性の高い、数字を示さない限り、私はガンガン言いますからね。ガンガン言いますからね。もうこういうね、貯金が増えることが悪だとね、そういう風なこと言ってる腐った連中やっぱりいるんですよね。財務省の、財務省が飼う犬としては持ってこない人たちですよ。本当に。でも、きちんとした数字言わなければ、私はガンガン言います。やっぱり貯金する人が多いと。しかも低所得者層であれば、ガンガンお金使いますよと。だから必要なんだよと。いうのが私のスタンスです。この麻生太郎さんの、発言ですよね。聞いて、私、直感ですけども、ピーンときました。麻生太郎さん。あなたは日本国民を恨んでますね。憎んでますね。嫌いでしょ。この国のためになるんだとか、日本国民を世界一の国民にするんだとか、日本の GDP 世界一にするんだとか、そういうふうな、俺は日本が大好きだから、日本及び日本国民、幸せになってもらいたいんだ、豊かな生活を送ってもらいたいんだと、いうふうな気持ちのある人間が言う言葉では 100% ありません。こういうふうなことを言うのは。生活が困窮した世帯に限定して、給付する選択肢についても考えにくいと否定的な考えなんて示しませんよ。日本国民の生活を豊かにさせたいという政治家であれば。なんでこの麻生太郎さん日本及び日本国民嫌いになっちゃったんでしょうね。彼が総理大臣の頃、いろいろ叩かれましたからね。今であれば、今こういうことを麻生さんが総理大臣で、今言ってること、逆のこと、私のような意見の、私たちのような意見のことを言うんであれば、もう我々は全力で麻生さんを、支えますけどね。しかもそういうふうに支えられる国民多くなってきますから。もうどんどん財務省の嘘なんてもう剥がれてますからね。ガンガン剥がれてますから。ちょっと総理大臣なの早すぎたのか、どうなんでしょうね。で、そこでバッシングされて、それで本当に、もう俺は日本国民絶対豊かにさせないぞと、心に誓ったのかもしれませんよね。悪魔に魂を売ったっていうのはこのことですよ、まさに。そういう風に捉えても仕方ないですよ、麻生さん。総理大臣の時と、総理大臣終わって財務大臣になった後、との発言がえらい違いですからね。そういうふうなことで、彼、日本国民を恨んでるんだ、憎んでるんだ、嫌なんだというのがよくわかりました。よくわかります。
じゃあどうするか。もう引きずり下ろすしかないですね。日本国民の足かせになってるんで、もう引きずり下ろすしかないです。どうしたらいいのか。やっぱりこれ、菅内閣の支持率を下げるしかないんですよね。30% を切ると危険水域なんて言ってるけど、甘い。一桁目指しましょうよ。我々は。9% 以下。もうそれぐらいまでもう、こう、天秤さんに叩き潰して。それで、総辞職なり、総選挙なり、持っていく、ことをしなければ我々いけないと思います。しかしね、本当に、こんな日本国民を憎んでる人間が、閣僚の中にいるっていうのは悲惨ですよ、日本国民。どんどんここ変えていかなきゃいけませんね。麻生さん、いや違うよと、俺は日本のために言ってんだって言うんであれば、財政出動を促してくださいよ。国債発行ガンガンやってくださいよ。そうしたら認めますよ。ついでに消費税廃止、ガンガンやってくださいよ。で、今のこの、追加経済対策としてだったら、100% のあらりを補助するよと。日本国民のための政策やってくださいよ。それができないんであれば、あなたは日本国民を恨んでると思われても仕方ない。嫌いだと思われても仕方ない。まさに反日売国の、財務省、というふうなことが言えると思います。私にこんなこと言われるようじゃダメなんでね。早く目覚ましてください。そういうことで、この、特に産経新聞の記事読んでね、もうどれだけ日本の、ためにならない、財務大臣がいるんだなということを痛感させられました。ということで今日はこれでお会いしたいと思います。アディオス。アスタマニャナ。